い、おはまる、どうも、昭和のセブンでございます。はい、今日はですね、シーズン6に入ってからの、おすすめ武器と、ランパーとのおすすめの武器構成、そして、ランクのね、キャラの構成ですね。その辺をちょっとね、紹介していこうと思います。では、チャンネル登録やらん、頑張った。じゃあ、ライターもからですね。ライターも救急なくなってしまったんですけど、G7 はね、おそらく変わらず使われると思う。うん。あとは、ちょっと、オルタカカービンなんだけど、ちょっと弱いっすね。おすすめじゃないけど、武器がなかったら持つ感じですね、この2個は。はい、次ヘビ。ヘビは、ウィングマン、フラットライン、そしてプラウラっすね。プラウラのバーストがマジで強化された。5点打ちっすね。5点打ちがマジで強化された。めちゃくちゃ打ちやすい。半端ない、これマジで。マジで半端ない。プラウラはクソ流行る。保守値も異常だからね、この武器。この3つ。で、ヘムロックも強化されたんですけども、俺的にはやっぱプラウラでいいかなって思う。うん。はい、次、スナイパーっすね。スナイパー、チャージライフ弱体化入って、2発で1発撃てる感じなんだけど、まだ使えるかな、俺の中では。うん。ワンスタック24発まで持てるようになったんで、そんなに、痛くはないかなってレベル。うん。まだ使えるかなってレベルですね。スナイパーはチャーライおすすめ。あとは、トリプテイクとか、ロングボーかな。次に。うん。その辺おすすめ。特にチャーライがおすすめ。はい、じゃあ、エネルギーっすね。今回の目玉、ボルトっすね。ボルトは強すぎ。ボルトちょっと異常っす。多分シーズン6で今っぽい一番強い武器です。この ADS してもこの速度。そしてこの集団性。そして攻撃力。完璧。完璧すぎる。完璧すぎるね、マジで。ボルトが一番強いっす。シーズン6で。そして、次のおすすめ武器ですね。ディボーション。ターボチャージャー。俺はターボチャージャーなしでも使えると思う。てか、使ってた、これはもう。昔から。うん。弾がまず多い。これが強い。弾多いね、マジで。周り溶かせる。エネルギーのおすすめは、ボルトかディボーションですね。ショットガンは、マスティフかエヴァ。どっちかですね。俺はマスティフの方がおすすめです。今回の、シーズン6のおすすめ武器はこんな感じですね。じゃあ次、ランパートの武器構成紹介します。まず一つ目の枠。パッシブですね。パッシブで、LMG やミニガン使用時に相談数が増加し、高速なリロード可能。なので、まず LMG を、持っていいかなって感じ。特に、ディボーション。特にディボーション。ランパートだったらディボーション持たせていいと思う。うん。リロードクソ早いからな、マジで。もうこれすぐ撃てる。うん。他に、LMG がエルスターとスピットファイアですね。なんだけど、正直その2つは強くないんで、できればディボーション一択。うん。なかったらエルスターとかいいんだけど。なかったらエルスターでもいい。エルスターも一応オーバーヒート時のリロード早いです。うん。はい。スピーファーは正直ないっす。うん。ディボーション。できればディボーション。で、二つ目の、サブウェポンに何入れるかなんですけど、俺的なおすすめ、チャーライ。なんでかって言ったら、このバリケードを使ってのチャーライがね、強い。114アイル。2発で落とせる。これを遠距離で撃たれたらどうなるかっていうと、クソうざいと思うんですよね。クソうざいと思う。2発で落とせるのはやばいね、これ。ちょっと前段当てなきゃいけないっていうのはあるけど。相手が、パスとか、そういう小柄系だったら、もっと簡単に落とせると思う。うん。このバリケードとチャーライがね、俺の中でエグいですね。うん。あとはサブに、ウィングマンですね。ウィングマンも強い。一発54。バリケードを使えば、一発54なんで、レブラントの影ですね。あいつに対して2発で追い返せる。これが強い。うん。
まあシーズン6おそらくレブラントまだその流行り続けると思うんですけど、まあウィングマンでも追い返しやすくなったってところでマジで強い、うん、と思う。うん、まあ、あとはまあ GSM とかですかね。うん、まあこんな感じでいいと思います。うん、まあディボーションプラス、まあウィングマン SR G7、あとショットガンか、あとショットガンですね。うん、まあこの4種類でいいと思う。うん、はい。あとラマ、ランパートじゃなくてもういいんで、まあおすすめの、あとランパート以外のおすすめの武器構成ですね。まあこれはちょっと変わったところで紹介します。まあ俺的にはボルト2丁ボルト2丁これえぐい、絶対えぐい、絶対えぐい、もう分かるわ、おかしいもんおかしい。うん、ボルト2丁 100% 流行る。まあ今までの99の枠に、まあボルト、あとはディボーション、まあそれが入る感じですね。うん、あとはボルトウィングマンとか、まあボルトマスティフ、まあボルト SR とか、まあそんな感じですね。うん、まあボルト2丁はまあおすすめですかね、俺の。これはね強い。うん、いや次、シーズン6の、まあ、ランク構成ですね。まあ、いろいろ弱体化入ったり、調整入ったりしたんですけども。まあ、仮に、まあ、まだスクリーンとか試してないんですけども。まあ、レイスとレブランと、まあ、これあたりは、多分、外れない気する。まだ外れないと思う。うん。いや、その3人目に誰が来るかって話だね。レイス、レブランと、あと誰か。まあ、まず1人目、まあ、ランパートっすね。ランパート強い。まあ、さっき言ったチャーライとか、まあ、影追い返しやすくなるっていう点でも、まあ、間違いなく強い。うん。意外と勝てんだよな、これが。400だよね。400で壊れる。壊せんかった。まあ、400で壊れる。硬いっすね。ダッシュで最中、ちょっと、すぐ壊れるんだけど。まあ、最初からこぼるときとかにね、貧しくは、もうその家とか守りやすくなるしね。うん。強いっすね。じゃあ次に、ブラッドハンドっすね。ブラッドハンドマジでウルトが強すぎる。ウルトがバカ強い。ウルト使って、ウルト中のこのスキャンっすね。スキャンがバカ強い。6秒に1回使えられる。で、4秒間敵を、まあウォールハックできるんですけども、もう6秒に1回使って4秒ウォールハック。もう勝てる要素なくね、これ。これ無理な気ですもん、これ。ちょっとブラッドハンドはもう 100% 環境入りする。もう絶対するわ。ありえない。ウォールハックずっとできるって考えたら、強すぎる。うん。まあ、シーズン5の時点でも俺は強いと思ってたけど、もうめちゃくちゃ強くなったね。うん。あと次ですね。まあ、ジーブ、ライフライン、まあ、パス。まあ、パスも強くなったですね。まあ、調査ビーキョンだけど。あと、コースティックですね。まあ、ちょっとコースティック話します。コースティックの元々のアンチピックが、まあ、クリプトと、まあ、ブラッドハンドあたりだったのかな。うん。で、クリプトが弱体化入ったんですけども、まあ、そのおかげでですね、まあ、EMP で、まあ、ガス壊されることが、まあ、多分なくなる。うん。まあ、クリプト絶対減るからね。うん。味方もビリビリ受けちゃうから、絶対減る。うん。で、ところでガスも流行る。はず。うん。で、レブラントも変わらず、まあ、流行り続けると思うから、まあガスは、まだ増えると思う、これ。うん、増えるっていうか、まあ、まあそのまま残る感じかな。うん、それなりに。なのでガスもおすすめですね。まあ、おすすめキャラ言ったらそんな感じですね。うん。まあ、あと可能性あるのが、まあレース抜いて、まあ、パス、レブ、あと3人目。この辺の誰か。って感じですね。うん。はい、じゃあそんな感じですね。まあランパートの評価は、うん、最高ですね。うん。はい、じゃあまあそんな感じで、お疲れちゃーす。はい、ではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、よろん。またね、バイバイ。うん、最高。